まずは行きますか。まあ、ちょっとね、これ、11月1日の朝刊ですから、まだ開票全部終わってない段階で、票数確定していない段階での、まあ、新聞ですけどもね、はい、自民単独で安定多数って話ですけども、なんか自民が結構ね、頑張ったっていう、もう各テレビとか、あと政治評論家がね、予測したのは全部外れましたね。というかね、地上波でね、予測当てたの多分私だけですよ。みんなに70減る50減る半分割るとかみんな言ってたでしょ。そう、いや維持するか微減ぐらいじゃないですかねって私地上波で言いましたけども、多分ね私だけじゃない、他にいました？自民ほとんど減らないよって言ったのいます？地上波で規定路線でしたね。でしょ、過半数ギリギリ70減る4 50減る40減ると30で済んだらもう万々歳みたいな、いやあんま減らないよって言ったの僕だけだよ多分。だからテレビ局すごい力入れてたんじゃないですか。でしょ、特番にね力入れてね、自民党やるんだ今回はダメだろうって言ってたら全然、いやって理由は簡単ですよ、野党共闘って言ったって味噌汁理論ですからね。でも 1+1=1未満っていう全然ですね、共闘になって、だってもう、だって連合がね、外れた時点でもう分かってたでしょうよ。あ、これ野党共闘は こけるなと。で、しかもね、これ、ほら、この番組でもやりましたけども、政治評論家とか、これ読んでないのかな？変えよう立憲民主党って、まさか代表が変わることになるとはね変えようって書いてありましたよ。ちょっと粘ってました、ね。変わんなきゃいけないのは自民党じゃなくてね、立憲民主党の党首だったって話ですからね変えよう思い出しましたよね。でもね、プロのだって政治評論家ってさ、政治評論して飯食ってる人たちでしょ。何を見てるんですかね。これ読んでないのかな。これね、経済政策中身空っぽですよね。この番組でやりましたでしょ。だって国民の関心事はコロナと経済なんですよ。コロナは核とほぼ違いがないんですね。違いが出てるのは経済ですよ。経済でさ、はい、ね、だってこれやりましたよね。分配なくして成長なしって書いてあるんですよ。それ岸田さんが言って株価下がって日本中からぶったたかれたやつですよね。覚えてないんですかね。認知症ですかこの人たち。分配なくして成長なしって、それダメだってやつじゃないですか。で、ここに分配の話が書いてあるんですよ。バカじゃないのって話ですよね。新聞読んでないのかな、枝野。いや、せめて武田チャンネルだけでも見とけばだいぶ違ったと思うんですけどもね。いや、だって国民の関心事はコロナと経済なんですね。1番、2番は。で、コロナは差はないんだから、要は経済なんですよ。じゃあこれ読んだ時に、ちょっと日本の経済は立憲民主党でいけるって思う人いるかってんですよ。それに対してさすが自民党はね、高市早苗さんが書いただけあって、結構ちゃんと書いてあります。成長戦略相当幅広く書いてあります。何ページもわたってね。ところがこれね、見開き1ページだけですわ。これ中身空っぽですよ。要するに金持ちや大企業から分取って分けるって書いてあるだけですからね。こんなもので経済立憲民主党に任せられるところ中身ないんですから。成長戦略なんか書いてないですよこれ。ダメですよね。だってだからね、まず野党共闘は全然もう意味ない、失敗、マイナスです。さらに言えばね、成長戦略一切ないんだから。経済政策はただ金持ちから分取ってばらまく、それだけですからね。これじゃあ日本の舵取りをね、立憲民主党に任せるなんて人はいませんよ。はい、まあそういうことからしたら、今回選挙やったって、まあ自民党もダメかもしれない。でももっとダメなのが野党なんですよ。はい、だから予想通りですね。私の予想としては自民はあまり減らない。で、維新は伸ばす。まあそのぐらいでしたよね。はい、というようにですね、日本の政治評論家って本当、おかしいよね。ね、これ今回だけじゃないですよ。その前の安倍さんの選挙の時も後半2回か3回、私毎回、いやそんな減らないと思いますけどっていうたびに毎回減らなかったけど、ちょっと増えちゃったりしたわけですよ。で、
あの時だって70減る50減るってしたんだから本当にあの時も私ゴゴスマでいやー自民党減らないと思いますけどって言って増えちゃいましたからね、おかしいよね。願望を述べてるだけなんですかね。はい、そこでまあ産経新聞見ていただくとですね、はい、首相信任つかむ立憲外れた目算ということで、まあ普通に書いてますけども、まあ自民これだけね誰も予測しないほど大勝ちしたのに朝日とか一生懸命自民をディスってますからね、課題山積とか信任されたと思うなと、いやいやされてんじゃんって話ですから同じ選挙結果なのにもう全然もう産経と朝日ではねもうあのこの立て方が違うんですね、見出しの立て方がね。はい、でここでですね、まあだって立民外れた目算ってこれもう明らかじゃないですか。もう投票結果待つまでもなく外れる以外ないですから。ね、共闘はもう全く意味ないし、マイナスだし。で、立民の政策は中身空ですからね。もう完全にもうこう、もう日を見るより明らかなんですけどね。はい。で、まあ、維新全国政党は大きな一歩。はい、これ、あの、関西は全部取っちゃいましたからね。すごいですよね。だからね、あのこれ橋本さんが言ってましたけども、ね、自民党を完全に追い出すっていうのは共闘なんかしなくていいんだと、正しい政治をして正しい主張をすればほら大阪、ね、関西から自民いなくなったでしょうと、まあ、橋本さんの言うことそらそうだなと思います。だから、ね、だから一人でね通用しないやつが半人前とか三分の一人前がね寄り集まったってゴミを集めてもゴミになるだけなんですよね。魅力のないものが3つ4つ集まっても魅力が出るわけじゃないんですよ。だから本当にねみんなから信任されるそういう主張をして政治を行っていれば、ね、弱小政党だって、伸び上がることあるわけですよ。共闘しないとねあのダメだなんて言ってる時点でも花からもう腐ってるわけですから、で、まあ、維新といえばもともとね関西、まあ、大阪の地域政党からスタートして国政に進出してで関西では強い、ただねどうしても関西以外ではなかなか勝てないわけです。でも今回少し議席を取ってそして比例で伸ばしましたよね、はい、これでですね、まあ、あの3倍ですよ、すごいね議席3倍ですからね。まあ、立民には及ばなかったですけども立民だから次参議院とかやったら立民越す可能性ありますね。でやあの、維新が野党第一党になったらこれはだいぶ日本マシになりますよ、自民が維持するそして維新が野党第一党になって自民維新でですねだって両方とも改憲勢力ですからねこれはですね相当マシになります。はい、